こんにちは。またですね、周りでコロナの方が増えてますけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。僕の生徒さんもですね、最近3人ほどコロナにかかりまして、軒並み熱が39度オーバーと、皆さん大人の、一人高校生の女の子いましたけど、その前にも一人いたから、全部で4人ぐらいですかね、今パッと思い浮かぶので。そうですね、4人ぐらいかな。もう皆さんですね、大人、青少年じゃねえ、大人、高校生関わらずですね、年齢に関わらず皆さん39度オーバー出てですね、そして熱、解毒じゃねえや、解熱剤飲んでも下がらないというお話を聞いてですね、ちょっとびっくりしてます。皆さんもですね、気をつけてお過ごしください。それでですね、今日はですね、特にお話もなく、これから ET 見ようと思ってるんですけど、ネットフリックスでちょっと ET コメントで面白くないっていうコメントがありましたので、ちょっと若干へこんでますけど、へこんでるっていうか面白くないのかと思いますけど、でもね、もうやると決めたからにはですね、僕は見ますよ、もう最後まで。面白くなくてもですね、最後まで見てですね、最後はラストのシーンで泣きます。はい、では今日はですね、またしてもボンジョーナムさん登場です。新しいスティックを手に入れたということで、そのスティックをちょっと紹介してもらおうかなと思います。ジョン・ボナムさん、どうぞ。あ、間違った、すいません、ジョン・ボナムさんじゃなくてボン・ジョーナムさんでした。間違えました。ボン・ジョーナムさん、どうぞ。こんにちは、フランク・ザッパです。間違えました、ボン・ジョーナムです。よくフランク・ザッパに似てるって言われるもんで、ちょっと行ってみました。こちら届きました、ジョン・ボーナムモデルのスティック、もうこれ3年前ぐらいですかね、出たの。結構経つと思うんですけど、気にはなってたんですけど、そうですね、値段もね、なかなか高いので、あんまりね、僕ね、そのミーハーな感じじゃないんですよ。同じ機材を欲しいとか、そういうのもあってですね、買ってなかったんですけど、ちょっと買ってみました。さあ早速開けてみましょう。これね、開けるときね、気をつけてください。これカッターで開けるときですね、カッターじゃなくてもいいんですけど、これ刃をね、たくさん出しちゃうと危ないんですね。これちょびっとだけ出すの、これこの3ミリぐらい。それで刃をですね、こうやるんですけど、自分の方向に向けたら絶対ダメです。気をつけてください。昔親父に教えられた刃物は自分の方に向かって引くなと、その教えをですね、守っております。これちょびっとだけ出すとなんか傷つきにくいん で、使い終わったら必ず刃をしまってですね、はい、開けてみますよ。ワクワクしますね。なんちゅうのか、新しいものをこう使う、ワクワクしますね。はい、はい、入ってました。てれーん、プロムコっていうメーカーのジョン・ボーナム、老眼で読めない、シグネチャーなんだか老眼で見えない、はい、これジョン・ボーナムの名前とシンボルマークがついてますね。これはですね、ジョン・ボーナムが、
60年代から70年代の初めぐらいまで使ってたと言われるスティックをですね、忠実に再現した。長さ、太さ、重量、あとこのチップの形状ね。はい、ではですね、早速その前にですね、ちょっと重さ、重量も再現したって書いてるんで、重さいくらなんだろうとちょっと測ってみましょう。いきますよ。てれーん、あ、見えない、重さが、あ、やばい、重さ隠れて見えない。あ、2本で 110g。 これちょっと平行じゃないんで正確じゃないですけど、2本で110ですね。そしてこちら、私が普段使っておりますジルジャンの 5B、 普通のやつです。こちら測ってみます。てれーん、118。まあ、若干ですね、スティックによって重さばらつきあるので、とりあえずですね、今測った感じでは 5B の方がちょっと重いと。あとですね、データ上はジョン・ボーナムモデルの方が、ジルジャンの 5B よりもちょびっとだけ長いんですね。はい、ですね、 0.4mm、 あ、違う、 0.4 じゃないや、4mm 長いことになってます。 4mm 長いんですけど、ジョン・ボーナムモデルの方が長いけどちょっと細い、 5B より、0.2mm 細いということになっています。はい、こんな感じでですね、基礎データは、フロンコの、ジョン・ボーナムモデルもう一回整理します。長さ 41cm、太さ、なんだろう、太さ 太さ 15mm ですね。そしてですね、重さがさっき測った感じ 110mm、 あ、110mm じゃない、 110g。 ちなみにチップの形はですね、なんて読むんだろう、エイコンチップっていうの、どんぐりの形してますね。はい、ジルジャンの方はですね、まあ、いわゆるテアドロップですかね。じゃあですね、早速ちょっと思想ワクワクしますね。ちょっとこれカッターは危ないので、こう下に置いておきましょう。さあ、思想しますよ、いきますよ。シュリーン、いきます、せーの、あーん、なんかドーンっていう感じになりますね。ちょっとジルジャンのと比べてみようかな。まずですね、どうしよう、この細くなる感じ、あ、重心がですね、どうなんでしょう、若干ジョン・ボーナムモデルの方が先っちょの方にある感じがしますね。ジルジャンの 5B の方が早めに細くなってる感じです。ですので、まあ、スティックの先のスピードが出しやすいかと、思いますね。あとですね、握るポイントなんですけど、ジョン・ボーナムは比較的中寄りを、映像見てても比較的中寄りを持ってることが多いんですね。5B とちょっと比べるとですね、5B、ちょっとね、重心がね、やっぱちょっと若干 5B よりも短めに持った方が振りやすいですね。これはですね、おそらく先の方が若干重くなってる関係もあると思うんですけど、ああしね、僕このエイコンチップ、どんぐり型、実は苦手で、他のどんぐり型のスティックも持ってるんですけど、あんまり好きじゃなかったんですよ。今回もね、ちょっとこれどんぐりだとどうなんだろうって思いましたけど、とても振りやすいですね。ちょっとまあ、あとは生ドラム叩いてみないと分かんない部分もあると思いますけど、他の方の評価でもよく聞きましたけど、バランスがいいですね、すごくね。
まあ、あの気持ち的なものもあるの。今ちょっと上がってますから、ちょっとモデルだぞみたいな、ちょっと上がってるんで、うん、でね、あの 5B より若干やっぱ軽い分ね、うん、振りやすいって言ったら変ですけど、あの軽く振れますね。軽く振れるんだけど、軽いんだけど重心が多分前の方にあるので、スティックのスピードは出るのかなと思います。あ、これはでも使いやすいですね。あとはですね、値段ですね。これ公式ホームページ見たらですね、3080円税込みって書いてたんですけど、3080円高いですよね。これ下手すると一発で折れますから。あー、これちょっと木目やばいですね。これ木目こっから入って中通ってまた ここで外に抜けてるんで、これちょっと危険ですね。シンバル叩いた時にここが欠ける可能性があります。まあ、そういうのもね、あの実際楽器屋さんで見ながらあの叩ければ防げると思うんですけど、今回あの通販で買ったので、あの選べなかったんで仕方ないですね。ちょっとですね、これあとあのドラムセットで実際叩いてみたいと思います。長いんだっけ。そうですね、若干長いんですね。やっぱね、ちょっと長いんだな、今長いなって。それで、太さなんですけど 0.2 ミリしかあの細くないんですが、それよりもですね非常に細く感じます。 5B よりたった 0.2 ミリなんですけど、あのね、普段ねスティックよく振ってるとね、すごい敏感になってくる。あのちょっとでも細いとね、あれってなってくるんですけど、これね 0.2 ミリ一応データ上は細いってなってるんですが、すごく細く感じます。はい、あとはですね、これちょっとあのドラムセットで叩いてみたいですね。うん、ね、ちょっとバランス握る場所をちょっと研究しながら、ダブルスローがすごいやりやすいですね。あの急に細くなるとダブルストロークやりづらい時があるんですけど、こちらはですね、あのやりづらくなるほど細くないんで、細くならないんでいいですね。それで先の方がさっきも言いましたけど、あのスピードが出やすいと思うんで、こうちょっと中心がこっちなって重いので遠心力で、その分あのスティックのスピード、いつも通り振ってもスティックのスピードが出る可能性があるので、そのおかげだと思うんですけど、ダブルストロークが若干振りやすいような気がします。でもね、これね今取り替えたばっかりだからね、気のせいもあるんだよね。あの違うスティックにパッと変えた時に、なんかこれすごい振りやすいってよくなるんですよ。でもね、あの1週間とか2週間とかずっと使ってると、やっぱり前のがいいなってなることがですね多々ありますので、ちょっとですねこれしばらく、使ってみてですね、今度はですねドラムセットでちょっと叩いてみたいと思います。はい、というわけで、今日はですね、新しいスティック買っちゃったよということで、一応あの新しいスティック紹介してみました。僕ねこういう商品レビューみたいなのが、ね、すごい苦手で、あのどうやって話いいのか分かんない。あの雑誌とかで見るとすごいみんな上手じゃないですか。僕あのボキャブラリーが出てこないんで、いいですねとか振りやすいですねとか、なんかそんなことしか言えないですね。興味のある人はですね、あの実際買ってですね、使ってみてください。はい。うん、あとあれだな、ちょっと財布になりましたけど、肌触りがいいですね。グリップあの滑らない。なぜか。何使ってんのかなこれ。上に塗ってるやつ。はい。というわけで、どうもありがとうございました。皆さんもですね、コロナにはお気をつけてです。練習に励みましょう。ありがとうございました。